じゃあちょっと今日はそんなところで、告知が2つありまして、お、はい、1つはじゃあちょっと口頭、1つは口頭で告知させていただきます。来たる12月28日ドズル社忘年会やります。おお、はい、ついにドズル社忘年会、まあ、12月28日21時から、今回は忘年会は24時間でございます。はい、なので28、29と、24時間生放送で、まあ、今年1年を振り返りながら、やっていこうというところでですね、ぜひ皆さん年末、一緒に過ごしていただければなと思います。去年も24時間やったもんね。やりましたね。去年も確かエンドラリレーやりましたね。あ、そうか。え、あれ年末だっけ？年末だったと思います。はい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 。今回ソロ枠もまたありますので。はい。じゃ僕も一つだけ。お、はい、ちょっと出します。か、24時間枠で初の採用。はい、お、初？初です。なんだ？クッキー焼きます。あれ初なんすか？あ、長時間で初です。なんかもう定番コンテンツみたいになってるイメージあったんで、長時間生では初のクッキー焼かせていただきます。はい、まだ焼いたことなかったんですね。長時間生で、そうそう、ついに満を持して、はい、この前なんか結構こう大物実況者の方々とお会いする機会があったんですけど、はい、その時にドズさん最近何のゲームやってるのって聞かれて、で、はい、いや実はちょっと最近クッキークリッカーにハマっててっつったら、すごい鼻で笑われました。はい、鼻で笑われたんですか？うん、ちょっとあれってハマるとかあんのって言って、うん、ちょっとやっぱされましたが、まあでもそれでも僕はくじけずちょっとクッキークリッカーに捧げたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。これはもうハマっちゃって、はい、終わった後も二次会で一人でやってそうですね。いやー、全然あり得る、全然あり得る。全然あり得ますので、はい。そうです。はい。ちょっとクッキーやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。まあ、他のね、スケジュールとかはまたちょっと、後日、タイムスケジュールでお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。今日もご視聴ありがとうございました。よければ、他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。